はいどうも、アルティメット工房のサミです。この動画の前半部分ではキング&プリンス、後半部分ではナンバーアイの出演情報をお伝えいたします。早速、明日12月14日木曜日、キング&プリンステレビ出演情報、雑誌の掲載情報、ラジオの出演情報はありません。出演情報は以上です。今回は文春オンラインさんの記事なんですが、旧ジャニーズ事務所がタレントのマネジメントのために設立した新会社スタートエンターテイメント、この新社長に就任した福田敦氏、150分にわたって独占インタビューが行われまして、その中で木村拓哉との面談、スマップ、キング&プリンスの再合流についての考えを明かしているということなので、今日はその部分を見ていきたいと思います。こちらの記事は概要欄に貼っておきますので、全文気になるという方は見てみてください。今後、元 SMAP のメンバーや元キンプリの平野翔らナンバーアイと共演する可能性もあるのだろうか。全く OK です。共演 NG と言ったって、それって芸能事務所がいくつもある港区の話でしょう。我々は韓国と戦ってグローバルに打って出なきゃいけないのに、そんな狭い港区レベルの話をしてどうするんですかって。みんながいいと思った組み合わせでやればいいし、お互い高め合うような取引だったらいいと思います。基本的な理念としては誰とでも共演すべきだし、芸能事務所が NG を出す立場にないですよ。タレントを起用するテレビ局のプロデューサーに編成権があり、ディストリビューション、流通の権利も、IP 知的財産の権利も持っている。テレビ局が話し合いの中でキャスティングを決めればいいんですよ。そして退所しても事務所に戻りたかったら戻ればいい。 SMAP やキンプリの再結成については次のように語った。みんなやりたいようにやればいいと思う。退所しても事務所に戻りたかったら戻ればいいし、出たければ出ればいい。これまでその自由さがなかったことが問題だったんです。ビジネスモデルにフィットすることであれば何をやっても自由ですよ。僕がやりたいとかやらないじゃなくて、タレントが自由に動けるプラットフォームを僕が作れるのかどうかが課題だと思っています。このように福田社長が語っているということです。続きまして、ナンバーアイ12月14日木曜日、テレビ出演情報、雑誌の掲載情報、ラジオの出演情報はありません。出演情報は以上です。それではまた明日動画でお会いしましょう。以上、アルティメット工房のサミでした。